はい、タゴです、えー。今回はですね、いきなりステーキいきなり74点大量閉店スペインで20分でいきなり食べれる 3D 印刷ステーキ発明ということで、まあ、最初はですね、いきなりステーキの話なんですけれども、まあ、次の最後の方はですね、スペインでなんと20分でいきなり食べられる 3D 印刷ステーキが開発されたという話をね、していきたいなという,ふうに思います。はい、えーまあ、いきなりスス…テーーキのニュース かなりですね、頻繁に出てくるんですけれども、まあ、去年もですね、かなり不採算店が閉店するということで、まあ、確か四十数店舗閉店が決まっていて、まあ、それで今年に入って、ですね、年末までに74店を閉店するということがですね、発表されたということになります。まあ、いきなりステーキを運営するペッパーフードサービス、まあ、このペッパーフードサービスっていうのがね、いきなりステーキを運営してるんですけれども、で26日、不採算店など74店を年内に占める方針を明らかにしましたと。 いうことですね、年末の店舗数は2019年末より15%少ない約420店になる見込みということで、まあ、それでもです、ね、店舗数、かなり多いですよね、まあ、500店舗ぐらいあったのを420店ぐらいに、ね、減らしますということですね。 出店にに、ね、無理があったたんじゃないかといかう,ふうに述べてました、まあ、この辺はですは、ね、ニュース見てればあのみんなもう分かっていることなんじゃないかなと思います。やっぱりいきなり店舗展開を、ね、しすぎたっていうのが原因だろうっていうふうにね、えーまあ、みんなもう分かっていることだと思うんですよね。で、まあ、思い出すのがですね東京チカラですね。東京チカラがですね2011年かなり出店しましたよね。 えー、至る所に、えー、店舗が増えてあ、結構、東京力飯って今、人気なのかなというふうに思うぐらい、ねえー、店舗がたくさんあったんですけど、ねえー、1年間で大体100店舗ぐらいね、えー、もうできていたと、お店がね、増えてたんですけれども、まあ、人材育成なんかが追いつかなくて、まあ、大量閉店を余儀なくされて、今は7店舗ぐらいまでにね、減ってしまっているということですね。 この急拡大っていうところがやっぱり落とし穴になっているような気がしますよね。まあ、特にまあリアルビジネス、店舗ビジネスなんかで急展開させようとすると、ですね中の人材育成だったりとか、やっぱり今回はいきなりステーキ、店舗作りすぎちゃって、お店とお店が競合してしまって、お客さんの取り合いになったりとかですね、まあ、その辺のリサーチですよね、まあ、このお店をね、えーまあ、例えば東京のここに出しますと、そうしたときに、じゃあ次にね2店舗目出すとしたら、どれぐらいの距離、ね、離して、そして、 どれぐらいいのの、ね、売上が見込めるのかっていうちゃんとしたリサーチをです、ね、じっくりやった上で店舗展開する分にはいいんですけど、まあ、急拡大するっていうことだったので、それが、ね、全然できてなかったような感じがします。まあ、その一ノ瀬さんの説明の中でもです、ね、えー、まあそういったリサーチが、ねえー、まあこれからは必要だっていうふうにまあおっしゃってたんですけど、本来だったら店舗を、ね、どんどん増やすときにやるべきだったんじゃないかなというふうに思ってます。 一ノ瀬社長は今回の説明会でまあ原点回帰を掲げ今後は銀座と金市町の2店舗で3月から 1, 月1ヶ月限定でリブロースをオープン当初の価格1グラム5円で提供することを明らかにして客の反応を見てメニューや価格を見直していくということ,と,いうことですね、まあ、ちょっと店舗でね1店舗ずつまあこういったことをね原点回帰ということでねやっていくという話なんですけどまあ血液でいうとね出血がやっぱり今、多すぎると。 いうことです血が流れすぎてしまっているので、まあ、一刻も早く止血することが優先なんじゃないかなというふうに思いますその止血っていうのがですね、まあ、店舗をね、えー、閉めるということに今なってると思うんですけど、まあ、メニューの改善だったりとかっていうので、まあ、売り上げがどこまで増えるかっていうところですよね、まあ、そもそもの問題点が店舗数をいきなり増やしすぎたっていうところに問題点最大のね、えー、大きな原因があるのでやっぱり店舗閉めることをしなければね、えー、ま,あまずねメニューをどれだけ今の既存点 で増やそうともお客がさらに増えるっていうことはないと思うんですよ。まあ、売り上げに対してね資質が多すぎるからね結局経営が成り立ってないっていうことなのでこの資質であるその負債残点をどんどん閉めていくということがやっぱ急務だと思うんですよね。まあ、ただその負債残点を閉めるにもお金がかかるわけですね、えー、お店を店舗をね、えー、じゃあ閉めますっていう風にねなったとしても、えー、そこでね閉店するためのお金がすごいかかるわけですよね。 だからその辺がやっぱり難しいところだとは思うんですけど、ね、でも思い切った決断っていうのがやっぱり必要になってくるんじゃないかなっていうふうに思います、まあ、2019年のいきなりステーキの経営状況の振り返り、まあ、簡単にしていきたいと思います、まあ、1月から3月で事業成長が止まるとで売上が頭打ちになって営業利益急増 急速減少ということですね。で4月から6月、会社の現金残高が半年で半分に減少、まあ、それまで稼いできたね、現金残高っていうのが一気にね、この3ヶ月ではもう半分になってしまったということですね。で7月から9月で、事業運営のために必要な資金を補填、もうここでもう一気に借り入れをしているわけですね。もう本当に目まぐるしい勢いで、えー、急速にね、えー、現金もなくなっていって、結局、銀行に借り入れをするということになったということですね。 で10月、まあ、年末ですね。10月から12月で銀行借り入れが多くなりすぎて解消を試みると。ここで新株,新株予約券発行ということになったわけです。で、まあ、自己資本比率っていってね、まあ、会社のお金ですよね。 でそれ自分が持っているお金というのが5%しかないあとはもうほぼ借り入れという状況なんですけど、まあ、通常の企業ではもう異常事態ということなわけですねなん、まあ、としても要はお店で、ね、既存店で売り上げを上げて現金ですよねそれを当期純利益というのを増やしていかないきゃいけないという状況の中で結局95%ぐらい、ね、もう他の、ね、借り入れだったりとかっていうお金に頼っている状態なのでかなり 危険な状態になっているということで業績悪化していって結局手元にある現金が枯渇しますとそして現金が枯渇したので金融機関からお金を借りるとそしてなんとか延命しているという状況なんですけどこれは経営が悪化している企業に見られる典型ですと損益計算上で黒字状態でも倒産する黒字倒産というのもありますと、まあ、結局売上が上がっていたとしてもです、ね、手元に現金がなくてそれでも出ていくお金がどんどんあるっていう状況になると黒字倒産 っていうのもあるわけですね。で、企業の血液である現金っていうのはね、それだけ重要なんだということですね。で業績が黒字でも現金がなければ倒産してしまうと。 売り上げが見込めない店舗を運営し続けること自体、無理な状況のため、今回の負債算点、74点の閉店に至った模様ですということですね。まあ、結局、売り上げが上がらない店舗を、ね、どれだけ、ね、頑張って起死回生をして、ねえー、これから売り上げを上げようというふうにしていくその労力とかを考えるよりもです、ね、そこで赤字が、ね、どんどん垂れ流しになるリスクを、ね、切った方がいいということで、結局、まあ、店舗を閉めるというふうになったわけですね。 でまあ、今売り上げが上がっている店舗でなんとかね新メニューを考案したりとかあ打開策っていうのをね、えー、まあ打ち出していくしかもうないんじゃないかなというふうに思います。まあ、ネット上で上がっている声ということで、まあ、ネガティブな声だと結構肉がねかくなった、まあ、オープン当初の方が美味しかったとかですね肉質悪くなったんじゃないかっていう話が結構出ています。 であとはコスパが悪いってこことですよね、まあこのコスパが悪いっていうのがね何と比較して言ってるのかがちょっと分からないんですけど、まあ、同じステーキ店で、ね、同じステーキ屋さんがね、えー、と比較しているということであればコスパが悪いっていうのもね、えーまあ、例えばあ、ね、いきなりステーキと、まあ、A, A 店っていうね他のお店があってそことお肉の、ね、違いとか価格の違いを比較するっていう面で言うと まあ、真っとうな、ねえーまあ、コスパが悪いという意見になると思うんですけど、そもそもお肉自体が高いですとか、ね、例えば2000円ぐらいするお肉とかを、ね、提供してたりするわけなんですけど、もっと安い、ねえー、ワイルドステーキとかは1000円台とかなんですけど、そもそも、ね、肉が高いからコスパが悪い、うん、その他の例えば牛丼とかと比較しちゃってたり、全く違うメニューと比較してコスパが悪いっていう風に言ってるんであれば、まあ、ちょっと、うんまあ、このコスパが悪いっていう、ね、話も。まあ 比較対象がちょっとと。違うんじゃなないかなと、まあ、私の見解でいくと、まあ、ステーキっていうねメニュー単体で比較していくといきなりステーキそんんななに高いいイメージってないんですよね、うん。いきなりステーキより高い肉出してるところなんてたくさんあるのでだからそういうところで考えるともしかすると例えばそ,のそもそも外食で2,000円とか3,000円を出すっていうこと自体がちょっとコスパが高いっていうふうな まあ風潮にななっってきててきしまってるんじゃないかなっていう感じもしますよ、ねまあ一概には何とも言えないんですけど、うん、だからふ普段から牛丼ばっかり食べてる人がねステーキを食べに行ってそれで「んだいつものね500円の牛丼の方がねいいじゃないか」っていう意味でコスパが悪いって言ってるんであれば、まあ、ちょっとそれは比較対象として違うんじゃないかなというふうに思ってます。 まあ,あとは店がガラガラで心配、まあ、これはよくね、上がってますし、まあ、私もこのね、ニュースが結構盛んになってから、いきなりステーキ行ったんですけど、やっぱりそこまで混んでるイメージってなくて、うんあの隣にあるね、えー、もう本当にそれこそ、牛丼屋さんとかを除いた方がね、人が入ってたりとかするんですよ、ファストフードとかを見た方が人がすごいいたりとかっていう状況があるので、まあ、やっぱそのへんは、まあ、この辺の意見っていうのはね、私も実感しているなっていう感じです。 で逆にポジティブな声もありますということで、まあ、肉もハンバーグも美味しいし問題ないと、ね、あとめちゃくちゃ美味しいですとか、まあ、2000円であの程度のステーキを出す店は世界的にも安いよとかね言ってる人もいたりして、まあ、結構ポジティブな声もね全然あるので、まあ、ネガティブな声ばっかりじゃないですよということです、まあ、私も実際、えー、このニュースがね頻繁に出されるようになってからお肉食べに行ったんですけど美味しかった ですよねまあ値段もステーキなんで、まあ、23,000するのはもう普通かなっていうふうに思っていて、まあ、それで食べたらあの案の定美味しくてですねでまあ、店員さんもすごい優しく接してくれましたしあの肉をねもう一回焼き直しますかっていうふうにね声かけてくれてまたね、えー、まあ結構大きめの4 0 0ムぐらいの肉を食べたんですけど半分ぐらい食べて肉が冷めてきちゃってでそれでねまた食べようとすると味がやっぱり落ちてきちゃうので肉の焼き直しっていうのをしてくれるんですけど結構 丁寧に声かけてくださってね、まあ、本当に美味しい状況を、ね、え提供してくれたっていう感じで、あすごいなんかあいいなっていうふうに私個人の意見としては思いました。で、うん、ですので、まあ、あステーキとしては まあ例えばねスーパーで、ね、お肉を買って家で焼いても結構おいしいお肉って今食べれるんですよでもそれとやっぱり外食を比較しちゃったら、まあ、元もともこもないかなっていう感じなんで、ね、外食はやっぱりその外でお肉を食べたり外でご飯を食べるその雰囲気を味わったり、まあ、味だけじゃなくてそのお店の、ね、雰囲気を味わったりとかお店のサービスを味わったりとかただご飯を食べるだけっていう感じで言えば、まあ、確かに家で食べるご飯とね比較対象になると思いますけど外で食べれる手軽さとかやっぱりそのね 時間を、ね、そのお店で過ごす空間の、ね、価値だったりとかいろんな価値があると思っていて。そのの辺で、ねまあ、家の ス,スーパーで買ったお肉と比較するのもちょっと違うかなっていうふうに思うのでまあこれはこれでまあ私はいいかなっていう感じがしましたお肉でステーキ食べたいなと思ったら、ねえー、別にいきなりステーキ行ってもいいんじゃないかなっていうふうには思ってますねでまあちょっと話がね変わるんですけど同じステーキつながりということでこれで話を締めたいと思ってるんですが先ほどのネットのニュースですねいきなりステーキのニュースに対する意見っていうのを結構調査してたんですけどそしたらこのニュースが出てきてですねスペインで20分で分食べれる 3D ステーキの開発ということでこれなんか面白いなと思ったんですよね。 まあいきなりステーキが業績不振で悩まされている中、スペインでは植物由来の人工肉に脚光が集まっていますということで、まあ、スペインのノバテックという会社が、ね、開発した植物由来のステーキ肉をあ、これちょっと字が間違ってますけれども、20分で、ね、作成するという 3D 印刷ステーキ、ノバテック創業者で CEO のジュゼッペ・シオンティ氏によると、私たちの舌は完全に騙され、本物の牛肉を味わっている感触を得られるという,ということで、まあ、動画もあったんですよね。 なのでちょっと気になる方は、ね、3D ステーキって Google で検索してもらうと出てくるのでぜひ見てもらいたいなとうう思うんですけれどもね原料は米、エンどう豆海藻といった食材を利用しているので健康的な食事には欠かせないアミノ酸を摂取できる点も嬉しいとシオンティー氏が考案した手法なら100グラムの植物性ステーキがものの20分で出来上がると。 しかも大量生産すれば製造時間とコストを現在の10分の1まで下げられるだろうということですね。まあ、あ動画見た限りだと,、えー、と3300円。 ちょっとグラム数忘れちゃいましたけど3300円ぐらいだったんですよね1 0 0ムだったか2 0 0ムだったかちょっとその辺がね、えー、ちょっと調べていただけたらと思うんですけど、ね、でこの機械で作ってるものなのでこの機械がねどん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 改良されてもっと早く印刷できるものっていうのができると思うんですよそうするとこのね製造時間っていうのも10分とか5分とかに短縮することができるようになるでしょうしこの機械自体をね大量生産さえすれば、ね、まるでドトールとかスタバでコーヒーをね一瞬で作れる れるね機会あるじゃないですかあんな感じで肉もね、えー、もう植物のねこの原料さえ入れればすぐにねプリントアウトして、えー、本物の肉と変わらないような肉が食べれるような日がね、えー、来るんじゃないかなっていうふうに思ってますもちろん見た目とかはね、えー、本物のお肉は本物の肉のね見た目っていうのがあってそこまではちょっとさすがに再現できてないみたいですけど味とかあとは食感とかっていうところに関してはかなりこう近づけていけるようになるんじゃないかなと思うので、まあ、こういったね発明なんかもね出てきていてほんに 本当にに世界のの、ね、技術の進歩ってすごいいなという,ふうに感じました。ですので、まあ、今回はね一応いきなりステーキの不採算店の、ね、閉店っていうニュースがあってですね、まあ、最初はですねいきなりステーキの不採算店のニュースから始まったんですけど、まあ、最後はお肉つながりということで、まあ、現在のね世界の技術の進歩をちょっとね感じたのでこの辺もちょっとシェアさせていただきました。 はい、えー。今回の話がですね、えー、少しでもあなたの何かのお役に立てたということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。動画の下にですね、LINE アットのご登録フォームがありますので、えー、そちらご登録していただきますと、私と気軽にお友達になることができます。そして、今ですと特典動画の方もプレゼントさせていただいてます。またあ、メルマガの方がいいよっていう方はですね、メルマガのご登録フォームを用意してありますので、そちらからも特典の方を受け取っていただけますので、えー、ぜひこの機会にご登録してみてください。 はい。それではあなたの貴重なお時間をいただきありがとうございました。あなたの成功を心から応援しております。